はい、皆さんこんばんは、EC マスターの清水です。はい、今日の公開コンサルティング前半は何の話をしていこうかなっていうところなんですけど、まあ一つ目はですね、楽天新春カンファレンスがありましたよね。この中でちょっといろいろと AI を活用していきますよって三木谷さんがおっしゃってましたで、その中でですね、先日のその第3クォーターの決算発表でも AI 戦略っていうのがまあすでにこう決算発表で説明されてまして、まあいろんなことをやっていきますよっていうのがありましたと。その中で店舗内検索向けツールでセマンティックサーチっていうのをやりますと。でセマンティックサーチっていうのはお客様の検索、今までの検索と店舗さんからのオファーをこ うまくやってディープランニングでいろいろとこうね学びながらこう検索をヒットさせていくっていうことで、まあ実は先駆けて楽天ファッション内で東京の夏の花火大会に着ていく服みたいな感じでこう検索するとですね、なんと検索結果ゼロが 1% 以下に減少して、検索数のセッションとかユーザーのセッション数とか検索券の売り上げが増えましたよっていうのがありましてですね、これを新春カンファレンスの翌日からリリースしますよっていうことなので、まあ、早速リリースされているなっていうところがありますので、今日ちょっとそれを先にお話しさせていただきます。今までの楽天サーチの結構こう、例えばですねバレンタインってやるとこうチョコレートギフトってやるとチョコ以外みたいなね検索結果があって、これをやるとですねバレンタインギフトチョコ以外 46,651 件っていうのが出てきたわけですけども、まあ、セマンティックサーチになってどういうふうになったかというと、バレンタインで配るギフト以外のスイーツみたいな、すごい長い文章で検索をしてもですねヒットしてしまうというのがまあこのセマンティックサーチですね。なので文章でも結構何でもヒットしてしまうと。今まではこう結構商品名に入ってるキーワードがそのままこう加点されてこう上がるっていうのがあったんですけど、まあ、これによってまあ先ほども記載されていた通り、まあ、ヒット数がまずゼロになるということで楽天としてはまあ機械損失が減るでしょうってことがもちろんありますし、まあ、そもそもこうヤフーショッピングも結構ねヤフージャパンから検索されるのがありますので、まあ、そういうのでこうヒットするっていうのもあるんですけど、まあ、楽天もですねやっぱりいろんなところから検索される人もいらっしゃいますし、なかなかこうスペース区切りで検索するのは苦手な方もいらっしゃるかもしれませんので、なんとこう EC マスターズクラブとはみたいな検索をしてもですね、なんととりあえずヒットすると。でちゃんと一応ここはですね EC っていうのがちゃんと反応してる感じですね。まあ、ちょっと検索のアルゴリズムが変わりましたということで、まあ、皆さんにとって影響してくるってことはですね、今までのこの RMS のですねデータ分析のアクセス流入分析になりましたよね。でこの参照元検索キーワードってこう入ってくるキーワードがですね、今までここにこう自分の店に入ってるキーワードがこう並んでるけど、もしかしたら今までと違うなんか不自然な文章のものが入ってくるかもしれないっていうことがあるので、まあぜひウォッチしながらですね、ぜひ皆様もスマホとかパソコンでですねいろんなキーワードで楽天で検索をしていただくと、まあより理解できるんじゃないかなということで、一つ目はセマンティックサーチとはという話でしたと。まあなので、まあ、検索対策をしていなくてもですね、自然とこうアルゴリズムによって表示されて売れてくる人も出てくるかもしれませんので、まあ、ハッピーな結果になるといいなと思っております。はい、で2つ目はですね新春カンファレンスの、まあ、前日といえばですね、楽天市場のショップオブザイヤーっていうのがまあ受賞式、まあ、要は2023年に最も良い成績を残したっていう方のまあ表彰式っていうのがありましたよね。でこれはですね今どういうふうになってるかというと、ランキング開いていただくとですね、この大体右側にこう年間ベストストアっていうのがベストショップが出てますので、まあ、これが楽天ショップオブザイヤー、これがまあ発表されましたと。5万7000以上ショップの中から最も秀でたショップに授与されますよってことで、まあ、ずら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 とこうたくさん出てますと。でこれ毎年ですね私はですねいろいろと分析をしているので、またその近いうちですね一般の方にも公開しようと思ってるんですけど、まず EC マスタークラブの会員さん向けにですね、早速公開しておりますので、見ていただきたいんですけど、この左下にですねソイショップオブザイヤー分析レポートというのを先ほどリリースしましたと。でこれクリックしていただくとですね Google ルッカースタジオでまとめたデータが出てきますと。これなんとですね2019年からまとめてますので 1,2,3,4,5 年分、はい、データが見れますと。はい、なので会員の方はですねこれで分析していただけるんですけど、まあ、どういうことができるかというと、ここに受賞年数、まあ過去4年分あるのかな、なのでこの受賞年数やっていただくとですね2023年は166章受賞されてますので、まあ累計のものがちょっと減ってはいるんですけど、2023年だけこう見ていくとですね、まあ、いろいろデータが分かりますと。まあ、こう見るとですね166ショップ中なんと、東京の店が34ショップ大阪が24ショップうんぬんかんぬんというのが分かりますと。でこれ Google ルッカースタジオって皆さん誰でも使えるんで Google スプレッドシートとか取り込んでこう加工できるんですけども、まあ、これね例えばピーってやってですね、なんと国外っていうのがありますね。国外の人をこうポチッと押すとですね国外のショップだけ出てくるんで VI コスメティックスっていうのがまあ受賞しましたねっていうのが分かったりします。で今回ですね開店年数別で見てもまあ98年からとしても受賞されてますけど、意外となんとですね2022年にオープンした店がなんと9店舗も受賞しているということで、これどこなんだって言うとね、先ほどのまあいろんな会社さんが受賞してなんとこの
本田タオルさんが3つも受賞しているというのも分かってしまったりします。はい、本田タオルさんに言ってはですね、何が受賞したのかというところに出ている通りですね、ジャンル賞とルーム大賞と新人賞と3つこう受賞されているということで、おめでとうございますというのが分かったりしますと。はい、まあ、ぜひこれを皆さんちょっとね、会員の皆様はもう公開してアクセスしていただければ見れますので、自由に見ていただきたいなということでございますと。毎回こう私が気になっているショップさんというのがですね、いいねとショップさんはなんと今回もジャンル賞ジャンル大賞受賞されてたりとかしますと。で、例えばさらに総合賞1位2位3位5位6位7位8位9位10位というのが出てますよね。なんでまあいろんなところが受賞している中で、まあ、あのショップの楽天の公表ページだと、まあ、何年にオープンしたかとかですね、まあ、どれぐらいの商品数とショップのレビュー数があるかとか分かんないと思いますので、あのぜひちょっと皆さん参考にしていただきたいんですけど、結構面白かったのは商品数で見た時に一番少ない人はなんとですね7商品っていうね、たった7商品でスーパーディール賞を受賞しているショップさんがいますと。これはあのどこだって話なんですけど、エアロボティクスさんで、あのユンスっていうあの化粧品のブランド、ちょっと下に出るはずなんですけど、ごめんなさいエラーになっちゃってます。なのであのこれはあのぜひ皆さんね、こう自分の近所の都道府県でどこが受賞したかとか、まあ、いろんな参考になると思いますので、ぜひ見てみていただけたらなと思っております。もしかしたらね、この中には、あれ、もう出店取りやめちゃってるんじゃないのっていう人もいるかもしれませんが、夢と希望が分かるシートになっていると思います。EC マスターズの会員さんは今回166ショップ中、私たち19社、21社ぐらいがショップオブザイヤー受賞されておりまして、私たち、まあ、グリニッチさんとこう ECX グループという形で経営しておりまして、グリニッチさんのサービスを使っている方、含めると多分まあ5、60社もっと利用されてるかもしれませんので、もしかしたらもうこの3社に1社ぐらいは私たちの会員様かサービスをご契約いただいている方になっているかもしれませんので、はい、まあ、YouTube 見てる方はぜひね、石マスタークラブとか楽楽クーポンを活用していただければ来年の受賞に一歩近づくんじゃないかなと思いますので、ぜひご検討ください。 EC マスターズチャンネルのご視聴ありがとうございました。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。概要欄のセミナー情報もチェックしてみてください。今後もネットショップのためになる情報をアップしていきますので、次回の動画でお会いしましょう。